バッドラック・ファレは、トンガ王国の男性プロレスラー。新日本プロレス所属。元ラグビー選手。ラパハ出身。キューリングネームは、キング・ファレ。本名は、シミタイトコ・ファレ。ラグビー選手時代のポジションは、ロック、フランカー。血液型、大型。11人兄弟の8番目という大家族の中で、育ち、3歳からラグビーを始めた。 6歳の時、一家全員で、ニュージーランドオークランドに移住。ラグビーニュージーランド代表のジョンカーワンに憧れ、デラサル高校へ入学。卒業後は、徳山大学ラグビー部監督の紹介により、2002年4月、同大学へと進学し、ラグビー部に入部する。大学卒業後、2006年4月に株式会社、サニックスに入社し、 福岡サニックスブルースの一員となるも、膝と足首を痛め2年で退団。その後、英会話教師として働いていたが、ラグビー時代からの友人で、トイガ出身の元幕下の南の姉妹サムの誘いで2009年5月、新日本プロレスの入門テストを受けて、合格を果たす。6月より練習生として、トレーニングを積み、一般公募していた、リングネームの中から、 キングファレと名付けられ、2010年4月4日、中西学ブ戦でデビューを飾る。9月に、永田博士率いる青木軍に加入。対抗勢力にあたるヒールユニットカオスと構想を繰り広げる。2011年には、永田とのタッグで G1 タグリーグに初出場を果たした。2012年2月10日。 若手主体工業ネバーにて長田とのシングルマッチで、敗れた後、武者修行のため、アメリカに遠征 NWA ヒューストンのリングで、アメリカデビュー戦を行った。2013年プリンス・デビットを肩車しながら、入場するファレ。2013年4月7日、インベージョン・アタックの、第一試合終了後、ファレは、プリンス・デビットに加担する形で、田口隆介を襲撃した。 デビットは、タグチとのタッグチームであるアポロ55の解散を宣言。ファレを、自身の、バウンサージアンダーボスバッドラックファレと紹介し、マイクパフォーマンスを行った。5月3日、レスリングドンタク2013にてファレはデビットを、パートナーにして、タグチキャプテンニュージャパン組を相手に外戦帰国試合を行い、解消を収めた。その後、ファレは、 カール・アンダーソン、タマトンガと共に、デビットの下に集い、新ヒールユニット、バレットクラブを結成した。以降、入場時に BC リーダーのデビットを肩車で担ぎ上げながら入場。試合には、随所で乱入し、対戦相手に暴行を行うなどデビットの、宣言通りを辛抱的な役割として活動する。 11月6日、GBH の本間智明とシングルマッチで対戦し、KO 勝ちを収める。試合後、ファレは本間に追撃しようとしたところを、マカベガタナギによって阻止され、これをきっかけに、新壁との交想に発展する。同月に開催された、ワールドタグリーグでは、デビットとのタッグでエントリーするも、予選落ちに終わった。しかし、 最終戦の12月8日、愛知大会にて、GBHVSBC の試合に登場し、新壁を場外に引きずり込み襲撃した。ファレは、BC の勝利をアシストすると、試合後に、新壁が、入場時に持参しているチェーンで、新壁の首を締め上げ失神に追い込んだ。2014年2014年1月4日、レッスルキングダム8にて、 ファレはシンカベに指名される形で、キング・オブ・デストロイヤーマッチルールでのシングルマッチで対戦した。ファレも、序盤からシンカベを圧倒し、得意技であるグラネードや、バッド・ラック・フォールを繰り出すも KO 勝ちには至らず、最後は、シンカベのキング・コング・ニードロップを2連発で、暗い自ら KO 負けを喫した。3月、ニュージャパンカップに初出場。 15日、1回戦にて新壁と対戦し、バッドラックホールで新壁からピンフォール勝ちを収め、レッスルキングダム8のリベンジに成功する。その後、22日の2回戦で内藤哲也、23日の準決勝戦でシェルトン X ベンジャミンを破り、決勝に進出し、同日行われた決勝戦で中村信介と対戦するも敗戦し準優勝に終わった。 5月25日、バックトゥーザ、横浜 ARENA にて、内藤とシングルマッチで対戦し勝利する。そして同日行われたセミファイナルの試合終了後、ファレは、IWGP インターコンチネンタル王座の防衛に、成功した、中村の前に姿を現し、IC 王座に、挑戦の意思を示した。6月22日、トミニオン6.21の、 メインイベントに登場する。ファレ自身、初となる、タイトルマッチに臨み、中村の保持する、IC 王座に初挑戦し、バッドラックフォールで、中村から、ピンフォール勝ちを収め、第9代王者に退官した。7月、G1 クライマックスに、IC 王者として初出場を果たすも8月8日の、公式リーグ最終戦にて中村に敗戦し、予選落ちに終わった。 9月21日、ディストラクションイン神戸にて、IC 王座の初防衛戦として中村と対戦したが敗戦し、王座から陥落した。2015年2015年1月5日、ニューイヤーダッシュにて、タマトンガとのタッグで、カオスの岡田和地下矢野強組と対戦し、岡田からピンフォール勝ちを収める。 続く2月1日のロードツーザニュービギニングで行われた試合でも岡田から勝利しタッグマッチながらに連勝を収めた3月5日 NJC1 回戦にて岡田と初のシングルマッチで対戦最後はバッドラックフォールでファレが岡田からピンフォール勝ちを収め2回戦に進出した8日2回戦で内藤と対戦するも内藤に裏勘 ラナ・インベルティダで丸め込まれ敗戦した。その後、岡田と抗争を繰り広げ、15日広島大会の8人、タッグマッチで初めて岡田から、ピンフォール負けを起死した。4月5日、インベージョンアタック2015にて、岡田とシングルマッチで激突し完全決着戦を行うも、最後は、ツームストーンパイルドライバーから、レインメーカーを決められピンフォール負けを起死。 構想が集結した。7月 G1 クライマックスに出場し、予選落ちに終わるも、同大会優勝者の棚橋博史に公式リーグ戦で勝利を収めた。9月27日、リストラクションイン神戸にて、東京ドーム IWGP ヘビー級王座、挑戦権利賞争奪戦と銘打たれた、シングルマッチで権利賞を保持する棚橋から指名を受ける形で、 対戦するも、敗戦した。2016年2016年1月4日、レッスルキングダム10の舞台でファレは、高橋博士次郎、タマトンガとタッグを組み、新設されたネバー無差別級6人、タッグ王座をめぐり、カオスの矢の 2& ブリスコブラザーズ組と対戦。試合は、タマトンガがブリスコブラザーズの連携技ドゥームズデイデバイスを決められ敗戦した。 翌5日、ニューイヤーダッシュのメインイベントに登場し、パートナーをヤングバックスに変えて、初代王者組になったヤノアジェイマーク組と王座戦に臨んだがマットがピンフォール負けを喫し、帰り討ちにあった。その後のシリーズでファレは、高橋、玉飛んだと共にヤノと構想を繰り広げ、2月11日のザニュービギニング・イン・大阪にて、再びヤノアジェイ マーク組と対戦。タマトンガが、矢野のオカブを奪う、急所攻撃からベレノを炸裂させて、ピンフォール勝ちを収め、第2代ネバー無差別級6人、タッグ王者に輝いたが14日のザ、ザニュービギニングイン新潟で行われた初防衛戦で、高橋が、ピンフォール負けを起死してしまい、わずか3日で王座を手放した。G1 クライマックスでは、IWGP ヘビー級王座王者の岡田を、 破るなど検討を見せたが、最終的には5勝4敗で終わった。2017年5月3日、福岡、福岡国際センターで開催された、レスリングドンタク2017のメインイベントで、岡田が持つ IWGP ヘビー級王座に挑戦するが破れる。7月 G1 クライマックス27に出場。優勝者の内藤やメッシブセから勝利し、4年連続で、 勝ち越しを決めるも、勝ち点12で敗退。最終戦では、今大会で G1 から身を引くことを宣言していた元師の長田、広氏との一戦で、勝利後にバレットポーズ敬礼からの一礼で、長田への恩義に報いた。2018年8月12日、日本武道館で開催された G1 クライマックス28は、 A ブロック予選を3勝6反則負けで敗退したが、勝敗度外視の無法ファイトを見せつけて出場者の中で、唯一フォールを奪われずに、G1 を終えた格好となった。シェルトン X ベンジャミンにバッドラックフォールを仕掛けるファレ。2021年現在新日本プロレス、所属選手としては最重量であり、その恵まれた上勢と体格を存分に活かした。 圧殺パワーファイトを得意とし、ラグビー経験を活かした体格に見合わない、瞬発力を兼ね備えている。その一方で、自身が負けるときは、丸め込まれたり、リングアウトを狙われたりと、隙をつかれることが目立っている。ユウは、何しに、日本へ ?2 月22日放送分より。 abchttps コロンスラッシュスラッシュ www.toop-league.jp スラッシュプレイヤースラッシュプロフィールスラッシュ27597スラッシュ2020年5月19日閲覧4月デビュー決定ファレシみたいとこのリングネームを皆様から募集いたします新日本プロレスリング2019年12月8日閲覧 abcdefg 選手名鑑新日本プロレス公式サイト2013年12月14日閲覧ルーキールーキー福岡サニックスブルースジャパンラグビートップリーグ公式サイトピンフォール場外カウントなしコ TKO ギブアップのみで決着となる特別ルールファレ新王者中村撃破の大金星東京スポーツ 2014年6月22日閲覧。浜勝プレゼンツレスリングドンタク2017福岡、福岡国際センター第9試合。www.njpw.co.jp2021 年1月14日閲覧。週刊プロレスナ、no. ンバーワン9722018年9月4日。 増刊 P25、安倍誠リングアナに直撃インタビュー。エビル選手になぜ狙われる当初、リングアナはやりたくなかった新日本プロレス入りの経緯にも言及。2021年5月25日閲覧。CICO ジャファレ、誰の挑戦でも受けてやると、貫禄たっぷり。G1 制覇も予告。トミニオン6.21会見。新日本プロレスリング。 http://www.njpw.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュディテール php 二度イコール118362014年10月26日、閲覧。6、23、新日本、トンガでの防衛戦決行 BC 対決制しての G1 制覇、新 IC o じゃファレが野望を語る。 プロレス格闘技でラックス、http コロンスラッシュスラッシュ dx-web.gsj.bg ダッシュスラッシュ dxnews.index スラッシュディテール<ュ>ースラッシュニュース、id イコール201億4062万30212014年10月26日閲覧。映画、不思議な三崎の物語にバッドラックファレ選手が登場。 新日本プロレスリング。http コロンスラッシュスラッシュ www.njpw.co.jp スラッシュニューススラッシュディテール php 二度イコール124492014年10月1日、閲覧。ありがとうございます。